重量に関して低重量、中重量、高重量、いろいろこう重量振り分けがありますが、やっぱりきついって言ったら高重量だと思うんですけど。ですよね、はい、一般の人の感覚だと、一般の人っていうかトレーニング始めてね、多分皆さん高重量っていうとこうきついなっていうイメージあると思うんです。逆なんですよね、トレーニングって中重量とか低重量の方がきついですよね。だから中重量とか低重量の方が楽だと思ってトレーニングしてる人はまだトレーニングがね、まだちょっとよく分かってないというか、ですね、なんでかというと高重量って、できないものはできないんですよね。もう一回やれって言われても無理じゃないですか。でも低重量とか中重量っていうのは追い込みやすいんですよね。ということは追い込むテクニックとか追い込むこうメンタルとか追い込む体力ができてくると中重量高重低重量の方がもうきついです、うん、痛いし心肺機能くるし、うん、高重量というのはもちろん持った感覚で重たいっていうね、うん、そういう恐怖感とかは出るんですけど、はいはい、でも例えば5回やってじゃああともう1回死ぬ気でやろうと思ったらできるのかって言ったらどうやってもできないものはできないですよね、はいはい、そしたらもうそこで終わりなんですけど、はい、中重量とか低重量というのは例えばそこからレストポーズしたりだとか、はい、ドロップセットを使ったりだとかして、まださらに追い込もうと思えばどんどん追い込めるわけですよね、はいはいはい、なのでいずれはやっぱり中重量とかの方が、トレーニングとしては一番ハードな、ところになってきますよね、うん、はい、なので僕がよく例えるのは陸上競技でいうと中重量低重量というのは 400m とか 800m のイメージなんですよね、はいはい、どぎついじゃないですかゴールした後、はいはい、でも高重量というのはもう本当に 100m 走なんですよ、はい、だからまあそんな 100m 走ってぶたれてる人いないですよね。まあそういうイメージですね、はい、なんで短時間決戦がやっぱ高重量であって、はい、中重量とか低重量というのはもう本当に心肺機能とこの足のこの、はい、もう足がもつれて回らなくなるような、はい、そういうこう筋疲労との戦いになってくるんで、まあ、陸上で例えるとそんなイメージですよね、はい、なので、皆さんのイメージで高重量というのはきついトレーニングで中重量低重量というのはそんなにきつくないっていう思われてるかもしれないですけど、そこは詰めていくと逆になりますね、はい、こう今言ってるきついっていうのはこうなんかいわゆる心肺機能とか、あ、もう全部ですね、トータルで 筋疲労にしてもそうですし、心肺機能もそうですし、あとまあこう精神的にわってくるこうきつさ、はい、っていうのもやっぱり中重量ぐらいが一番きついですね、はい、高重量は緊張感はすごいです、はいはい、ね、怪我しそうだとかね、はい、潰れるかもとかね、はい、もう今日や例えば目標の回数があって、それができるのかっていう、はい、そういうねやっぱプレッシャーとかに打ち勝つっていうところは高重量であって、はい、で実際高重量トレーニングがきついかというと、結構パーンと終わっちゃうんで、 そうですね、うん、そんなにきつくはないですよね。どっちが筋発達しますか。僕はねやっぱりね中重量が一番、うん、いいと思いますね、うん、高重量は、筋発達というよりはやっぱり土台作りとか、はい、それからあとそういうトレーニング全体にこう関わるこうメンタル的な強さっていうのを養うにはいいかなと思いますね、